D 死はすべての終わりではない。日本人は死はすべての終わりであるという単純な唯物論的思考しか持っていない人がほとんどです。このため死はすべてを失う耐え難い苦痛であると考えたり逆に死ねば何もかもなくなって楽になると簡単に自殺する傾向も見られます。しかし私はそうは思いません。死は 全ての終わりなどではなく別の次元に生まれ変わる門出であると思います。ですから死んでも全てを失うわけではないのです。死んでも何かが残り次の次元に受け継がれていくと思います。また自殺しても全ての苦痛が消滅するわけでもなくさらなる苦しみが次の次元に受け継がれていくのです。仏教は輪廻転生説を唱え 死後の霊魂は新しい肉体に入って生まれ変わりこれを繰り返すとしています釈迦はこの輪廻転生は永遠の苦痛であるとして輪廻から逃れる方法が説きましたこれが仏教の修行法である仏道で輪廻転生から解放された状態が涅槃でありこの涅槃に至ることこそが仏教の目標であると説かれています 大仏教の由識論では、よりゆきや氏が輪廻転生を繰り返すと説いています。ギリシアの哲学者プラトンも、魂の不滅と転生を唱えています。プラトンは、人間の霊魂は、もともと天上の存在であり、地上に落ちて肉体に宿ったものであり、肉体は魂にとって牢獄であると説いています。さらに、プラトンは、 人間の最高の認識能力である理性だけが認識しうる永遠の実在をイデアと呼び人間が地上で何かを美しいと思うのは勝手天井の存在であった時の美のイデアを思い出すからであると説いています。これをプラトンのイデア説と言います。キリスト教や日本神道では輪廻転生という考え方はありませんが霊魂の存在を認め 正しい行いをした者は天国に生まれ変わり、不正をした者は地獄に生まれ変わると説いています。いずれにしても、死後何も残らないと考えるのは、科学的な唯物論しか知らない人たちが多いのですが、その人たちですら、科学という学問の本質を追求したとは言えません。科学を追求すればするほど、今日の科学の不完全なことに気づくはずです。 真剣に科学を追求すれば、霊魂や死後の世界を否定できる科学的な根拠は何もないことがわかるはずです。しかし、逆に、現代科学で、霊魂や死後の世界の存在を証明することも、今のところは不可能なのです。人間である以上、遅かれ早かれ、誰でも死ぬわけです。今、がんにかかっている人が、がんを完全に治したとしても、 寿命が尽きれば死ぬ時を迎えるわけです。死を恐れてばかりいてはいけません。宗教的な信念で仏教の特輪廻天性やキリスト教的な天国の存在を信じられる人はいいのですが、そのようなことは信じられないという人は次の創始の文章のように考えていただければいいでしょう。弱る君ぞ、聖を、節部ことの惑いに、ひざるを知らんや。 弱る君ぞ、死をあくむことの、弱もして帰るを、知らざる者にひざるを知らんや。うららの姫は、もぐさの風神の子なり。進む国の初めてこれを得るや、低級して襟を転せり。その王のところにいたり、王と片身床を銅にし、スカンを喰らうに及び、じる後に、その泣きたるを食いたり。弱る君ぞ、夫の死者も、 その初めに、生を求めしを食いざるを知らんや、と。そうしひとし仏論編。人間が生を喜ぶことが惑いでないと、どうして言うことができよう。逆に、人間が死を憎むのは、幼い頃に故郷を離れた者が、故郷に帰ることを忘れるのに似てはいないだろうか。うらら姫は、もぐさという田舎の土地の国境守備の役人の娘であった。 ススムの国王の妃になるために、初めて進むに連れてこられた時には、寂しさと不安のために、さめざめと涙を流して、襟を濡らす有様であった。しかし、進むの王宮の室内に導かれ、素晴らしい調度品に囲まれ、進む王と寝床を共にし、牛や豚の珍味を、毎日口にするようになってからは、なぜ、あの時はあんなに悲しんだのだろう。 とと後悔したという。死んで死の世界に行った者たちもそこに行ってみれば案外に楽しいのでなぜ死ぬ前あれほど生きることばかり願っていたのだろうと後悔しないとは限るまいそうし座いにこれきそらしゃれ神戸を見る鹿として形あり酢に馬すをもってしよりてこれにといてのたま枠風刺は 生さぼりりを失いて、しれとなれるか。翔太子は、国を滅ぼすのこと、不悦の中ありて、しれとなれるか。翔太子は、不善の行あり、父母祭子の醜を残すを記じて、しれとなれるか。翔太子は、高代の勘ありて、しれとなれるか。翔太子の春秋、子よりしれに及べるか。と。これにおいて語りそつり。 しゃ神戸を、延期枕としてふ、ふす。や半、ん、し神戸夢に見われての玉枠、この段は弁士に似たり、この言うところを見るに、開家け人の類なり、ひすれば即ちしれなし、子は、死の説を聞かんとほするか、と、宗師の玉枠、しかり、と、しゃ神戸の玉枠、ひすれば、上に気味なく、下にしなし。 また四字のことなし。従え鹿として、天地をもって春秋となす。南面の王の楽しみと水も、かぐることあたわざるなりと。創始しんぜずしてのたまく、わ我れし命をして、この形を複製せしめ、この骨肉肌肌をなり、この父母祭し、よさと知識を反さしめば、子はこれを欲するか、と。しゃれ神戸、不可宿してのたまわく、 我君ぞの奥難面の王の楽しみを捨てて、ふくたび人間の老をなさんやと。宗氏、いたる楽編。宗氏が諏訪江の国に行った時、枯れきったシャレコーベを見た。風雨にさらされて、骨ばかりになった形を残している。宗氏は、馬のむちでこれを叩いてから、問いかけた。お前さんは、人生の欲望をむさぼり、どう過ごして。 こんな姿になったのかねそれとも国を滅ぼすようなことをやって中罰を受けこのような姿になったのかねそれとも何か悪事を働き父母や妻子に恥を残すことを恐れて自殺しこんな姿になったのかねそれとも飢え凍るような災難にあってこのような姿になったのかねそれともまたお前さんの寿命のせいで 自然に王女を遂げたのかね。これだけ言ってしまうとあとはシャレコを引き寄せこれを枕にしたまま寝てしまった。すると夜中にシャレコが夢の中に現れ宗師に話しかけた。お前さんの話ぶりはまるで世間の弁士の議論とそっくりだよ。お前さんが言っていることを聞くと。 てて生きている人間の心配事ばかりを取り上げているがそんなことは死んでしまえばみんな亡くなってしまうよどうだ一つ死の世界の話を聞いてみるつもりはないかね宗師がよかろうと答えたのでシャレ神戸は話を続けた死の世界では上に君子があるわけでなく下に進化もありはしないまた式の移り変わりもないから 暑ささや寒さに苦しめられることもない。ただ悠然として天地無限の時間を春や秋であると思えばいいのだ。だから天下に難免する王者の楽しみも死後の世界の楽しみに勝ることはできないよ。だが宗氏は信じることができないでもう一度尋ねた。もし私が運命を司る司命の神に願って。 お前さんの身体を元通りに生き返らせ、お前さんの骨や皮膚を作らせて、お前さんの父母妻子や近所の知り合い友人のところへ帰してやるとすれば、お前さんはこれを望むかね。すると、シャレ神戸はひどく眉を潜め、顔をしかめながら答えた。とんでもない。天下に難免する王者にも等しい楽しみを捨てて、もう一度、 人間世界の苦労を繰り返すなど、わしはまっぴらごめんな。この宗師の2つの物語のように、死後の世界は、意外に楽しいものかもしれません。死を苦痛とばかり考えないで、新しい場所へ旅行するような感覚でいれば、どのような境遇にあっても気が楽になるのではないでしょうか。では、宗師が理想とする、道すなわち、天地自然の理を極めた人間は、 ののよううな境地に至るのでしょうか宗氏は理想の人間を新人と呼び内治の体操紙編に次のごとく書き残しています。1天のなすところを知り人のなすところを知る者は至れり天のなすところを知る者は天にして生くるなり人のなすところを知る者はその地の知るところをもってもってその地の知らざるところを養う。 その天どしを終えて、中道に酔うせざる者は、ゼレチの盛んなるなり。しかりとすいも、わずらいあり。おっとれちは、待つところありて後にあたる。その待つところのものは、特に、いまだ定まらざるなり。いさおくんぞ知らんや、我がところ、いい天の人にひざるか、ところいい人の天にひざるかを。かつた、新人ありてと、待ちあり。 体操紙片1天が営む自然の働きを知り人間の営みの正しいやり方を知ることができれば人知の最高の境地に達した人間であるということができるであろう天が営む自然の働きを知るということは自然のままに生きることである人間の営みの正しいやり方を知るとは人知の及ぶ限界を守ることによって 人間の心の働きは実は多くの内臓の無意識の働きに支えられている。よって多くの内臓の無意識の働きがなければ心の働きもありえないのである。だから我々は人知の万能を信ずるあまり。 それを支えている自然の働きを害するようなことがあってはならないこのような態度で人生を送れば天から与えられた寿命を完全に終え途中で若死にすることはないがそれはこの優れた知の働きによるのであるとは言ってもこのように優れた知恵にもなお欠陥がある知というものはその知の対象となるものが存在してこそ初めて意味を持つものである その対象となるものは決して定まったものではなく絶えず変化するからである。だから自分ではこれが天だ自然だと思っていることが案外に人為であったり逆にこれが人為だと思っていることが自然であったりするものである。とするならばやはり新人の境地に達したものだけが真の知恵を持つことができると言えよう。